5年1月から1933年1月まで、博文館が出版した文芸雑誌。純文学史として出発したが、大正期以降、大衆化した。博文館の期間の、世界文庫、明治文庫、逸話文庫、文芸共進会、春夏秋冬が統合して、この雑誌になった。博文館はこの時、日本商業雑誌、日本大化論集。 日本農業雑誌、日本の法律、駆除雑誌を太陽誌に日本の少年、幼年雑誌、学生必戦場、少年文学、幼年玉手箱を少年世界誌にまとめた。太陽が総合雑誌、文芸クラブが文芸雑誌、少年世界が少年雑誌という三本立てだった。総漢字は、聞く番約240ページ。 権究者系の小説と豪華な総画等を売りにした。歴代の編集者は次。前から白文館は、尾崎紅葉、広津龍郎、石橋シアン、川上美山、エミスイン、大橋オはワ、岩谷さざなみ、徳田修成、泉京花、竹内慶州らの権究者と親しく、リーダーの紅葉の圧線で、龍郎は、白文館の元社員、小波は、社員、スイント京州は、 準社員。そして、おとわは、監守大橋左兵のむこだった。したがって、まず彼らが、小説などを書いていた。泉京華はこの雑誌から世に出た。その後、高田露伴、田山たや国木田い、くにきだどっぽ、らも、小説を書いた。一ちは、文学界に連載した、竹比くらべを、この雑誌に一括掲載して、文明を確かにした。 総画は、日清戦争の報道で、網目銅板写真の技術を磨き、また、梶田タ子、竹内慶修、水野敏方、富岡英泉、小形月光、カ木清方らの基板画で紙面を飾り、芸者や役者の肖像で目を引いた。第二次新小説と文芸雑誌の横綱を張っていたが、1903年秋に、小崎公用が没し、研有者は解散した。 島崎東村の破壊や田山家隊の布団など自然主義文学が台頭して第二次早稲田文学や中央公論が勢いつき文芸クラブは大衆化へと路線を変えた1907年頃から講談や落語を載せるようになり大正期に入って大衆向け語楽雑誌の色彩を濃くした岡本喜道の半七 鳥物町を1918年1月から1926年12月まで連載した。1927年、森下宇嘘の編集になってからは、松本康史、小井吹森下宇嘘、信原健、星野達夫、甲賀三郎、江戸川乱歩、大下宇うだる、浜尾志郎、水谷一らの探偵小説も載せた。高田露伴、ワンキュ物語の差し絵。 おぐりふう看護婦の差し絵、広津つ郎、今どし中の差し絵。ありがとうございます。